ライブ 2D クリエイターズカンファレンスアライブ2019へようこそ。今年のアライブは夢が見つかる場所ということで、素敵な夢を見つけ夢を叶えるきっかけになるようなイベントを目指して、社内メンバーと外から手伝ってくださっている皆様と一緒に作り上げてきました。ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。改めまして基調講演を務めさせていただきます。私は、ライブツリー代表の中条と申します。よろしくお願いいたします。まず最初に、アライブの本日の参加者ということで、アライブ今回6回目となっておりまして、毎回、少しずつ増やして、たくさんの方に来ていただいているとで、ちょっとずつ、毎回増えていて、で2017年に1回有料化して、それからまた、規模をちょっと1回縮小してもう1回706名と前回はなっております。で今回ちょっと場所の会場を、規模を縮小しておりまして、まあ、600名ちょっとというような、方にご参加していただいております。たくさんの方に集まっていただき本当にありがとうございます。続きましてライブ2の普及状況ということで、現在教育機関での採用件数というところで100校を超えて8900ライセンスという、たくさんの皆様に勉強していただいているという状況になっております。で、求人件数ということでライブ 2D を仕事にしてくださる方、仕事にしている会社ということで、79件の求人ということで去年よりも増えている状況になっております。でツイート関連ということでは、2018年1回すごく伸びて、その後今回また伸びているという状況で、アクティビティが100万を超えたということで直近の四半期でまた伸びているという状況になっております。でキュビズムユーザーの用途というところで見ると、VTuber 32%、 アニメ映像作品 34% と、でゲームリアルタイム 21% ということで、まあ、最近やっぱり VTuber が非常に伸びてきているなというところで、こういったシェアになっております。で、ユーザーの属性というところで見ますと趣味とフリーランスで約8割というところで、非常に多くの方に、楽しんでいただいているのかなというところで、VTuber の需要もやっぱり影響してフリーランスの方も非常に多くなっているかなというふうに思っております。で企業の方は 13% ということで、売上のシェアで見るともう少し企業の方の方が多かったりするんですけど、ユーザーの利用数というところで見るとこういったシェアになっております。年齢層というところでは毎年大体20代30代が多めで、10代もうちょっと増やしていきたいなというふうに思っている状況です。はい、で世界に向けて広がるライブツリーというところを見ていきますと、トップ52社の中で 87% ということで、残念ながら去年と一緒で 87% という状況で、まあ、かなり使ってくださるところはもう使っていて、まあ、使わないところはまあタイプ的に使わない、こういったものではないというような感じになっているのかなということで、まあ、大変多くの会社に使っていただいてリピートが増えているような状況になっております。で、トップパブリッシャーのトップ10、世界のトップ10ですね、こちらは。でこちらの中では 70% ということで、こちらもまあ7割、去年の7割と7社だったという状況で、まあ、増えてはいないんですが、順調に、採用を増やしている状況になっております。で、こちらライセンスエディターと SDK のライセンスなんですが、前年比 2.3 倍ということで、ちょっとアクティブユーザーで去年出してたんですが、ちょっと計測の仕方を変えているので、今年は、売上で 2.3 倍というような、ことで、おかげさまで非常に伸びている状況になっております。で、続きましてライブ 2D キュビズムという、当社の主力商品、主力技術というのを紹介させていただきます。でキュビズムエディター1年間の発展というのを見ていきますと、新機能56件、これもまあすごい多いんですが、改善と不具合対応が489件ということで、まあ、キュビズムさんがちょっと、まあ、バグが多かったりとかもしていたりとか、まあ、あったんですけど、まあ、だいぶ1年間で改善しまして、安定して使えるようになって、使いやすくなっているんじゃないかなというふうに思っております。で体制も整って本当にいろんな修正とか改善というのをしやすくなっている状況ですので、まあ、皆様の声とかを聞きしながら、
今後もさらに発展させていければなというふうに思っております。で、キュビズム4が、2017年4月の3、キュビズム3のアップデートから約2年半ぶりのメジャーアップデートということで9月4日にリリースいたしました。すでに試していただいている方も多いかなと思うのですが、主な機能というところでは、まあ、本当に最初の頃から求められていたオニオンスキンがまだベータ版ではあるんですが、搭載されまして、アニメーションとかモデリングとかどちらでも使えるような、オニオンスキンとしてライブ 2D ならではの、機能として、搭載されている状況です。でライブ 2D ならではのというところでは、頂点を選択して、その頂点がパラメータに対してどう動くかというような軌跡も、表示されるようになっているので、まあ、非常に編集、基本的な編集が非常にやりやすくなったかなというふうに思っております。あとマスクの反転、こちら、まあ、シンプルな機能であるんですが、これまでマスクの内側に表示するという機能だったのを、まあ、外側にも表示したいということで、こういった機能を、まあ、切り替えて使えるように搭載しております。はい、こういった炎の表面などにも利用できるかなと。はい、続きましてこちらもあのライブ 2D の、まあ、非常に重要な基本的なところで、保管の仕方が直線的にしか保管できなかったというのが、曲線的に保管できるようになったということで、こういった円軌道の動きですとか、回転の動きですとかで、あと紙揺れなんかでも非常に使いやすくなっております。でこちらあの当社の特許の技術なども使って非常に、扱いやすい曲線が動かせるようになっております。で、先ほどのオニオンスキンと組み合わせることで、まあ、どういった軌道を取るかというのも確認しながら、修正できるということで非常に使いやすいかなというふうに思います。はい、続きましてキュビズム4の、映像制作専用の機能と、先ほどまでのは SDK でも動くような機能になっていたんですが、ここからは映像制作の機能をご紹介させていただきます。はい、まず、アートファス、線を素直に表現可能ということで、これまでアートメッシュと呼んでいる、ポリゴンのテクスチャの表現というので動かしていたんですが、アートパスによって曲線として素直に表現できるということで、表現の幅が非常に広がっているかなというふうに思っております。で、まあ、ライブ2ならではの表現力を高めるということで、頂点ごとの色とか幅とか不透明度とか質感とか、頂点ごとではないですけど質感を設定したりとか、本当にあの細かいところまで調整しつつ、いろんな動きをつけていけるということで、まあ、非常にクオリティ高い、まあ、最終品質としても使えるような曲線になっているかなというふうに思っております。はい、続きましてフォームアニメーション、より自由にアニメーションを作成可能にということで、こちらモデリングをあらかじめすることなくアニメーションをつけるというのが可能になっておりまして、どうしてもライブ 3D スパインとかと比べると少し事前 のモデリング作業が発生するということで、いろんな長い尺で動かしていく分にはやっぱり効率的なんですけど、最初からこうポンポンポンと動かしたいみたいな時にはちょっと手間がかかるというのもあったんですが、フォームアニメーションによってアニメーターの中でアニメーションの中で動きをどんどんカスタマイズしていくことができるようになっております。でモデリングした動きというのに足し合わせてアニメーション上で形を変形していくことができるので、非常に効率も重視できますし、効率プラス今までできなかったようなそのこのカットだけこういうふうに動かしたいというような大胆な変形なども簡単にできるような機能になっております。はい、あと、まあ、非常にシンプルな機能ですけど重要なところで、連番画像の動画として取り込むということで、こういった下絵の表現であったりとか、まあ、手書きアニメの、こういった動画っぽいものだったりとか、そういったものを取り込んだりとか、でそこでそのものだと使いにくかったりするので、タイミングをタイムリマップという機能で調整して、ちょっとここを溜めて表現をいい感じにしようとか、そういうことがやりやすくなっている、機能になっております。続きましてコマ打ちというところで、こちらは、どうしてもアニメーションをつけるときにライブ2でぬるぬる動くって言われるようなフルフレームで30fps とか 60fps とかで描くことができるんですけど、まあ、そういった動きが常にいいとは限らないということで、手書きアニメ風のコマを2コマとか3コマで飛ばしてあえて表現したいということを
柔軟にできるような機能になっております。で、コマの間隔を、2コマ、3コマ、3コマ、2コマみたいな感じで細かく調整して、魅力的な動きを簡単につけれるように発展させております。あと、キュビズム4のサンプルモデルとしてマーク君とか、百瀬ひよりっていうキャラクターを、キュビズム4の機能を活用してアートパスとかコマ打ちとかフォームアニメーションなどについて学べるようなサンプルを用意しておりますので、ぜひお試しいただければなというふうに思います。で、キュビズム4のエディターの利用に関しては42日間のプロ版の無料トライアルというのが用意されておりまして、すでにキュビズム3でトライアルしていただいている方も改めてトライアル可能ですので、ぜひお試しいただければなというふうに思っております。で、サブスクリプションで、ご購入いただいているユーザーの皆さんはそのままアップグレードが可能となっております。続きまして、キュビズム4の SDK というところを見ていきますと、先ほどご紹介したマスクの反転とか、拡張補完というところに、最初から対応して、Unity Web Native の各 SDK をアップデートしております。で、あとキュビズム3の頃と最初の頃と比べると非常にパフォーマンスを改善しておりまして、いろんな、無駄がない、SDK に、成長しております。あとキュビズム3の SDK の、SDK 用に作ったモデルデータをそのままキュビズム4の SDK でも、読み込むことができますので、コンバートなど必要なく、簡単に移行することができるようになっております。あと新機能を活用したサンプルモデルとして、ライスというこの、表示しているキャラクターを、公開しておりますので、こちらもぜひお試しいただければなというふうに思います。で、SDK の対応プラットフォームというところでは、Unity とか Native とか Web コンシューマーなど、かなり主要なところは押さえている状況です。Linux に本格対応したりというのも最近あって、意外に Linux でレンダリングしたいというケースがあるんだなというような状況で、幅広く押さえておりますし、今後もし何か必要な案件があれば対応できたらなというふうに思っております。はい、続きまして、キュビズム4 AE プラグインと、アフターエフェクトのプラグインということで、こちら、アフターエフェクト上で直接キュビズムのモデルを、モーションアニメーション編集していくことができるような、ツールを提供しておりまして、こちらは SDK の組み込み用のモデルデータを使用するということで、若干制約はあるんですが、アニメーションを、アフターエフェクトの最終的な編集ツールの中で、調整していくと、パラメータを調整して動きをつけていくことができるということで、非常にアニメーション付けを、本格的なアニメーションをつけるのがやりやすくなっていくかなというふうに思っております。で、例えば使い道としては、フィルター処理後のモーションの調整が可能ということで、こちらの後ほど、開発チームのセッションで詳しく紹介させていただくんですが、髪の毛の部分だったりとか、そういうのを分けてエフェクトをかけて、そういったものを動かしていくということも可能となっております。非常に幅広い表現、繊細な表現というのはやりやすくなっていくかなというふうに思っております。で、AE プラグインの最新のリリースが2019年12月上旬ということで、もうすぐ、アップデートする予定になっておりまして、かなり高速化したりですとか、パーツをパラメータ名などを日本語で表示したりですとか、あと、ファイル収集機能、AE 使っている方だとこれ大事みたいなやつで、そういった機能が搭載されて便利になるかなというふうに思っております。はい、続きまして、ライブ 2D ユークリッドというところで、こちらご期待いただいている方も多かったかなと思うんですが、去年アライブにもお伝えした通り、2018年10月をもって公開開発を停止して、現在はキュビズムに資源を集中しているという状況になっております。で、後ほど紹介するキュビズム M と呼んでいるものなどに、本当にユークリッドでやろうとしていた調整っていうのをどんどん含めておりますので、今後はそちらに皆さんにご期待いただいたような進化が目指せるかなというふうに思っておりますので、キュビズム M をご期待いただければというふうに思っております。はい、で、こちらも去年も発表させていただいたんですが、アニプレックスと業務資本提携を結んで、映画制作プロジェクト
というのをスタートしております。で、本当にライブ 2D について、アニプレックさんがよくおっしゃってくださっていたのは、日本初で海外でも結構使われ始めていて、で映画も作りたいというような新しい技術というのはやっぱり日本なかなかないなというところで、すごい映像を作ってみようじゃないかということで、一緒にやろうということを言ってくださって、今順調に準備を進めているところです。で、企画ですとか研究ですとか試作ですとか体制作りといったところで、本当に簡単じゃない取り組みなので、そんなにトントンっていう感じではないんですが、確実に一歩一歩前進しているような状況になっております。はい。で、続きましてキュビズム M というところで、こちらキュビズム4ムービーの略でキュビズム M と呼んでおりまして、先ほど の映画のプロジェクトのために、スタートしている、映画映像専用の研究開発版ということになっておりまして、当面ちょっと社内で、研究開発をして、一般公開についてはまだ未定という状況になっております。ただ製品化可能な成果っていうのをどんどんキュビズム4に、反映していくというようなポリシーでやっておりますので、実際にアートパスですとかフォームアニメーションですとか拡張保管ですとかオニオンスキンなどが、キュビズム M のために一気に研究開発をして、これはいけそうだということで、皆様にお届けできることになったという状況ですので、こちらも楽しみに、発展を見守りながら、使えるのを楽しみにしていただければなということで、研究開発中の新機能についてご紹介させていただきます。で、 PSD の読み込みの強化というところでは、素材分け PSD をそのままインポート可能というふうに、内部的には動いておりまして、クリッピングマスクですとかレイヤーマスクですとかレイヤーグループと、あと、調整レイヤーとか、あとトーンカーターとか、そういったところも段階的に対応を進めておりまして、かなり PSD の機能をそのまま取り込めるような発展を遂げております。で、レイヤーごとの結合とか分離を設定可能で、後からもう一回分離し直すとか結合してテクスチャにするとか、そういったことが可能になっております。バラバラのままの方がいい部分はバラバラのまま取り込んで、それぞれアートメッシュにして、結合した方がいい部分は結合して、軽量で、高速に扱えるとか、数が少なくなって扱いやすいとか、そういうのをグループごとに分けたり買ったりしたりというのを切り替えて編集できるようになっております。あと、先ほどのダイヤルの中でゴミ取り処理を実行したりですとか、ここには書いてないんですけど、再インポートを順にやりやすくなるような、ダイアログができていたりとか、そういう形で発展を遂げております。こちらはそんなに遠くない、バージョンでリリースして皆さんにお届けできるんじゃないかなというふうに思っております。先ほどに近いところですが、ブレンド方式の対応強化というところで、 PSD 読み込みであったりとかメッシュとかアートパスの表現の中で、多くのブレンド方式に対応して、フォトショップでできている表現のかなりの部分をカバーできるというふうに、今研究開発中になっております。はい。で、あとパーツ単位でまとめて利用する機能ということで、こちらはフォトショップのレイヤーグループに近いんですが、パーツ単位でこれチェックを入れるとまとめて描画するということができるようになっておりまして、今までですとこういう関節の部分が二重に表示されて、上腕と前腕で間が二重になったりとかしてたんですけど、パーツによってパーツを丸ごと描画してそれを半透明にするということができるようになっておりますので、素直に透明感が出せると。で、ここにさらにブレンドだったりとかマスクだったりとかっていうのをパーツ単位でかけることもできるようになっておりまして、こういうのを組み合わせていくと非常に、高度な表現が簡単にできるようになってきております。はい。続きましてマスクオブジェクトということで、複数のアートメッシュをから高度なマスクを作成ということで、ちょっと見づらいですが、あるアートメッシュに対して次のアートメッシュがどういうふうに影響を与えるかというのを、こちら、XOR とかアンテとか、OR とか、なんかちょっと用語が専門的ですけど、
まあ、合体したりとか引いたりとかそういったことを指定してマスクをして作っていくことができると。でマスク自体が単体のオブジェクトのように振る舞うので、まあ、それを使ってまたマスクをかけたりとか表現に使ったりとかそういうことが可能になっております。なので髪の毛と眉毛の関係とかいろんなところで影をつけたりとかいろんなところで非常に扱いやすくなるような便利な機能になっております。あとフィルメッシュ、アートパスの内側を塗りつぶすということで、まあ、イラストレーターとか使っていると当然のようにできることですけど、まあ、こちらも、準備を進めておりまして、ちょうどのセッション、クリエイティブスタジオのセッションの方でもちょっとこれについて詳しく紹介しますが、まあ、いろんな表現が本当に簡単にできるようになっております。であと新スキニングと呼んでいるのが、まあ、本格的なスキニングに対応というところで、現在リリースしているスキニングっていうのはちょっと特殊な経緯で入ったというのがありまして、当時 SDK を拡張する余裕があんまりない中で、まあ、拡張しなくても搭載できるということで特殊な仕組みで、ちょっとトリッキーな仕組みのものを提供していたと。で、まあ、ついにというか、まあ、体制もだんだん整って、SDK も拡張して新機能を入れていこうということになりまして、本格的なスキニングを搭載するというのを準備を進めております。ちょっと前のスキニングはやっぱり特殊な技でやっていたので、少し癖が強かったんですけど、まあ、非常に自然なスキニングで、ウェイトを調整したりですとか、あとここに書いてないんですけどマントの幅広いマットに3本スキニングというか棒を入れてそれぞれバラバラで動くということも簡単にできるようになっております。こちらもスパインとかそういった表現が簡単にできるというのもあって、それに近い表現も簡単にできるようにライブ2にも進化させていこうというような状況です。あとスクリプト制御による表現ということで、描画フローやシェーダーを拡張可能になっております。で基本的には JavaScript で、スクリプトを書くと、このテクスチャーをこういうふうに改造してからはめ込もうとか、複数のテクスチャーを別のところにレンダリングしてからテクスチャーとしてさ、はめ込もうとか、なんかいろんなカスタマイズを JavaScript でできるようになっております。で、シェーダーも自分で作ったりとか既存のやつを改造したりというのが簡単にできるようになっておりますので、そこに渡す、データを調整したりとかそういったことも含めてかなり凝った表現が、可能になっております。毎回プログラムを書くっていうよりはこういったことが得意な方と、まあ、一回作っていて使いますというような感じになることが多いかなと思っております。実際クリエイティブスタジオの当社グラフィックチームでも結構スクリプトちょっと勉強したら使えたりということで、すごい楽しんで作っていただいている方もいるかなという状況になっています。でこちらちょっとスクリプトっぽくないのは一回作ったスクリプトに設定として簡単に渡して設定だけ変えれば表現が変わるというような使い方ができるようになっているので、そういった、スクリプトを応用して、どんどん使い回しが効くようになっていたりするという状況です。でグラデーションマップというのが、フォトショップとかクリスタにもあるような機能ですが、グレースケール のグリザイ画法みたいな感じで、濃淡に対して色をつけていくというようなことも、社内ではいろいろ実験している状況です。こちらもスクリプトというよりはフォントの専用の機能になって成長していく可能性もありますが、こういった研究なども簡単にスクリプトでできるようになっています。あと動画のアートメッシュということで、画像自体が差し替わっていって、まあ、複数のテクスチャが切り替わって、1枚のアニメーションっぽくなるということで、サングラスの部分が複数のテクスチャの切り替えによって表現されていると。でこれもまあ専用の機能になっていく可能性もあるんですが、現状では機能がなくてもスクリプトによって簡単に実現できているという状況になっております。はい、続きましてカメラ機能ということで、3D 的なワークフロー、カメラワークに対応というのができるようになっております。もともとキュビズムちょっと裏技みたいな機能でぐるんと回して 3D っぽく斜めから見るっていう機能が入っているんですが、それを本格的に拡張しまして、そこに 3D 的なカメラを置いて、あと
アートメッシュに関しても前後 Z 軸のような情報で、前後関係なども決めて、こういった背景と前景が、ちゃんと 3D 的に正しい動きをするというようなカメラワークが簡単にできるようになっております。この他にも 3D 的な発展というのをいろいろ研究開発しておりますので、また来年のアライブではすごい面白い成果が出せるかなと思っておりますが、3D 的なワークフローなどもキュビズム M の中ではいろいろ取り入れて、ライブ 2D は本当に 2D だけですごいこだわってやってきたんですけど、これからは 2D と 3D のハイブリッドみたいな表現が簡単にできるようになっていけば、 3D がそっち 2D っぽい方にすごい攻めてこない限りは両方できれば最強かなということで、そういう発展にもご期待いただければなというふうに思っております。はい、でこちらはパスによる制御ということで、アニメーター上で動きをベジ曲線で制御できるということで、これも、立体的な変形というか移動とかも含めてできるようになっておりまして、本当にため爪とか微妙なカーブとかそういったことを簡単に調整できるようになっております。あとは 3D 上で、編集するというケースのために XYZ 軸を 3D のように移動することも可能な、編集の仕方も搭載されつつあります。はい、で今まで見てきましたが、本日ご紹介できなかった超大型機能っていうのも実は裏で多数研究開発中でして、もしかしたらキュビズム 4.2 とか3とかそういったところに搭載されたりとか、来年のアライブではすごいいろいろまた大きな驚きのある機能も発表できるかなというふうに思っておりますので、ご期待いただければと思っております。で映像制作専用ということでスタートしているんですが、それによって表現の一番魅力的な表現というのを挑戦していって、でそれによって進化したものを制約のある SDK のリアルタイムの表現というのに、段階的に反映していければなというふうに思っておりますので、ご期待いただければなというふうに思います。はい、で続きまして Live 2D クリエイティブスタジオということで、社内のグラフィックチームのご紹介をさせていただきます。こちら研究開発とサービス事業と、先ほどお話した映画制作というのを、柱に取り組んでいるチームになっておりまして、創業以来 Live 2D では、開発チームっていうのが、私も含めて開発をしながら、それプラスやっぱり使い込んで使い方を一緒に発展させていくというデザインチームっていうのが絶対いてほしいなということで、一緒に成長してきているようなグラフィックチームになっております。規模的にも社内で開発チームとデザインチームが同じぐらいの規模になっているというような形で、一緒に歩んできておりまして、研究開発一緒にキュビズムを成長させたりですとか、ライブ2D を搭載してゲームを作りたいというところの、企業様のお手伝いをしたりですとかで、映画制作というところでは本当に自社で、ほとんどの部分を作っていこうと、外部とも協力しながら、時には 3D とかも使って柔軟にやっていこうかなと思っているんですが、基本的にはコアになる表現というのはライブ 2D でイラストならではの表現を、フルに動かしていくというような映画を作っていこうということで、クリエイティブスタジオの担う役割というのが非常に大きくなっている状況です。で映画に対する取り組みとしては、先ほどのキュビズム M というのを、開発チームと一緒に作って、それを実際に制作につなげていくということで、一緒に発展させているんですが、実際に作っている作品としては、ランプマンとビヨンドクリエーションということで、2019年2月にビヨンドクリエーションというのを作りまして、何十万再生みたいな感じで再生いただいている状況になっております。で、新しく、つい先日発表させていただいた、作品でヒーローベータということで、こちらも研究施策の一環としてこういったものを作ってみようということでスタートしたんですが、はい、こういった作品になっておりまして、本編にご期待くださいっていう印象なんですが、実はこれは本当にこの今の CM っぽいのが、今回作った作品みたいな感じになっておりまして、実はテレビ CM も打ったりとか、映画館での CM を打ったりとか、そういう感じで、そういったテレビとの関係とか映画との関係なども勉強しながら実際に作品を作って発表してみようということでやっております。外部との、
連携とかそういったことも含めていろいろ勉強しながらやっている状況になっております。で本日17時20分からホール A で行われるセッションでは、政策プログラムを紹介させていただきます。今の、短いバージョンになっておりまして長いバージョンというのもありますので、ぜひご覧いただければというふうに思っております。で、ライブ 2D 今後目指していくところと映画で目指していくところというところで、ピクサーが成し遂げた 3D 飛躍のきっかけっていうのを 2D で再現する挑戦にご期待くださいと。でそしてアカデミー賞を取りますということで、これ毎年言ってるんですが毎年唱えて、2回ぐらいアカデミー賞を取りたいなというふうに思っております。はい、はい。で続きましてライブ 2D の公式マーケットのニジマというのをご紹介させていただきます。でニジマというのは、2018年10月に漢字のニジマでスタートした。でそういったライブ 2D 公式マーケットになっておりまして、リリースを1年間で、ちょっと打ちにくいと致命的に漢字の変化が難しいということもあって、ローマ字のニジマに変更させていただきました。ちょっと間が Z になっているのでご注意ください。で UI、UX の大幅リニューアルだとかページ遷移の、大幅な高速化といったところに実現しております。で、キュビズムとの連携強化というのもどんどん進めていきたいなと思っておりまして、やっぱり公式マーケットということで、キュビズムだから本当に選んで買えるとか、キュビズムから直接投稿できるとかそういったところまでやっていきたいなというふうに思っておりますが、そういうのが邪魔にならないようにいい具合に連携できたなというふうに思っております。で西島でできることというところでは、イラストライブ2D モデルの売買と、多数の魅力的な作品から選んで購入したりですとか、数量限定して、1品だけ1人の方にだけ売りますというようなこともできるようになっております。で、売れるのかなというのもちょっと我々も不安もあったんですけど、20万円の作品が売れたりとかも実際にしておりまして、思ったより、なんか伸びそうだなというのがありますので、皆さんもぜひ投稿いただければなというふうに思っております。はい、でオーダーメイドの作成依頼というのも、実現できます。でリクエスト機能ということで、依頼内容に対してクリエイターがリポートするということもできるようになっております。こちらちょっとまだこれから盛り上げていきたいなということで、今は、オーダーメイドとイラストの売買で、イラストの売買の方が7割ぐらいの、売上ベースではそういったシェアになっている状況です。で手数料は一律 10% ということで、オーダーメイドで一律 10% はなかなか安いのかなと思いますので、ぜひここは強いいただければというふうに思います。はい、であとニジマでできることとしては、ブラウザ上でプレビュー表示して実際使ってみて納得した上で、オーダーメイドでも作品購入でも、仕上がりするというような流れになりますので、ライブ2D公式ならではの、こういったところにこだわるというところで、ご活用いただければというふうに思っております。はい、であとニジマ中心でニジコンというのを開催しておりまして、イラストとライブ2D のコンテンツをニジマ上で年6回開催しております。で、賞金総額毎回20万円以上、ウェブマネーとかそういうのでなりますが、そういった賞金が出まして、で、ニジコン5以降は、ちょっと締め切りをシンプルにして、イラストを2月、6月、10月末という締め切りで、モデル編は4月、8月、12月ということで、年6回開催していきますので、ぜひこちらも、本当にしょっちゅう締め切りが来るので、いい腕試しになるかなと思いますので、ぜひ投稿いただければなというふうに思います。あと、こちら新しく本日発表になるんですが、ニジマアップスということで、これまでライブ2のニジマの作品購入するのは、クリエイター層の方が多かったかなと思うんですが、誰でも気軽にライブ 2D とかニジマを楽しめるようにアプリを開発しております。よくあるデスクトップマスコットで簡単にキャラクターを表示してツイッターの内容を出したりとか、あと、モバイルアプリで、売り子アプリとかそういう形でも使ったりできるかなと思うんですけど、表示して時計アラーム機能として使ったりとか、そういったものも作っております。こちらは開発はカラブリズムさんという会社に、ご協力いただいております。で、ニジマ以外のライブ 2D データも読み込み可能となっていますので、いろんな形で楽しんでいただければなと思っております。将来はニジマのデータを直接見られるように、連携していきたいなというふうに思っております。それは展示ブースでデモを公開中になります。
もう一つ、本日発表になるんですけど、にじまのモデル仕様というのを、策定しておりまして、タップとかフリックとかの反応ですとか感情に応じて怒ったり笑ったりとか、そういうのを、まあ、共通のルールで定義して、各アプリケーション上で動くようにというのを準備しております。これまでだと各社それぞれで、こういった形で作ろうかというのを決めてゲームとかで作っていただいているのかなと思うんですが、それを共通化して、簡単にインタラクティブな作品を作っていくと、本当に生きているようなアプリというのを自分のモデルでどんどん簡単に作れるというのを実現していきたいなというふうに思っております。でドラフト版を近々公開させていただく予定になっておりまして、半年から1年程度で正式版ということで、こちらも詳しくはスタッフに聞いていただければというふうに思っております。はい。で、先ほどご紹介したにじまのにじまのプレビューもすでに実は対応済みになっておりまして、ちょっと仕様はまだ公開されてないんですが、にじまの審査中にある公式サンプルがすでに続いたりになったりすると反応するというふうになっておりますので、お試しいただければというふうに思っております。でにじまのアプリも、モデル仕様に対応しております。であとティラノスクリプトとかティラノビルダーとか TRPG スタジオというのも、にじまモデル仕様に対応いただく予定になっておりますので、こちらもご期待ください。はい。にじまの役割としてはライブ 2D を加速させるマーケットを目指していくということで、今後使いやすくしていったりとか、あと法人が今買えないというちょっといろいろ税務上の課題とかいろいろありまして、まだ買えないんですが、今後買えるようにしていきたいなと。あとは、販売できるデータタイプの拡充ということで、アニメーションだったりとか音声も買えるようにとか、あとキュビズムエディター、公式プラットフォームということで、キュビズムエディターを使いやすくするような発展というのも非常に重視しておりまして、アートパスのブラシだったりとかテンプレートだったりとか、いろんなものを、販売できるようにして、互いに補い合って発展させていくということができたなというふうに思っております。最後にということで、ライブスリーのエヴァンジェリスト制度というのをこの冬に、開始予定になっております。こちらのライブ 2D のキュビズムだったりとかにじまというのを、これまでも結構ご紹介いただいているケースはいっぱいあって、本当に我々も知らないような使い方っていうのを紹介してくださっている方がいっぱいいるんですけど、そういった方ににじまの登録だったりとかキュビズムの購入だったりというのがあった場合には、成果を、いわゆるアフィリエイトというような形で報酬が出るような仕組みにして、一緒に盛り上げて発展させていければというふうに思っておりますので、こちらもぜひ、早ければ年内に発表できるかなと思っておりますので、注目していただければというふうに思っております。はい。で、会社の三本柱というのをもう一回改めて見ていきますと、グラフィックチームであるクリエイティブスタジオが、ライブ 2D による映画制作とアカデミー賞を目指していくと。でキュビズムというのは、ユークリッドの、ノウハウとかも引き継いで、イラストを一番魅力的に動かせる技術を目指して、本当に幅広く動いて魅力的に動いて簡単に動かせるというようなことを目指していけるというようなチームになっていまして、あとにじまというのが 2D クリエイターにとって最高のマーケットを目指していくと。で去年はこの3つの柱として紹介させていただいたんですが、最後に言うということで、会場にお集めいただいた皆様、今まで本当にエヴァンジェリストみたいな程度はなかったんですが、今後はユーザーとしてもエヴァンジェリストとしてもぜひ夢のような 2D 表現を共に目指して進化させていきましょうということで、皆様と一緒に発展していければというふうに思っております。はい。最後にアライブ2019にご協力ご協賛いただいた皆様をこちらご紹介させていただいております。はい。この他にもセッションにご参加いただくクリエイターの皆様とか、様々な形で、皆様に支えられて今回、アライブ2019を無事迎えることができました。皆さん心よりお礼申し上げます。はい。では、それではアライブ2019夢が見つかる場所ということで、最後まで楽しんでいただければというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。